レミゼラブル。第四部、ジョジョウシとジョジシプリューメガイの小優太とサンドガ外の戦火。ビクトレ優雄。戸島義し役。第五編、守備の総意。一、石爆の地と平和。コゼットの悲しみは、過ぎた四、五ヶ月の間はいかにも強く、また今なお、極めて痛ましいものではあったが、すでに、 彼女自ら知らないうちに回復期に向かっていた。自然と、春と、青春と、父に対する愛と、小鳥や花の心よさなどは、いかにも純潔な年若い彼女の心に、ほとんど忘却にも似たあるものを、次第に、日ごとに、一滴ずつ、染み込ませていった。あの日は全く消えてしまったのであろうかあるいは、ただ、 その上に灰がたまったのであろうかただ、事実は、もはや、ほとんど、痛みもゆるか症を彼女は感じなくなったということである。ある日彼女は、突然、マリウスのことを思い出した。まあ、私は、もう、あの人のことを忘れかけてるのかしら、と彼女は言った。その同じ週に、彼女は、一人の、ごく立派な槍騎兵の将校が、 表庭の鉄門の前を通るのを見た。華奢な腰つき、美しい軍服、若い娘のような頬、腕に抱えた剣、浪衣を塗った口ひげ、漆塗りの兜帽それにまた、金髪、大きな青い目、得意げな、傲慢な、きれいな丸い顔つきで、マリウスとは全く反対だった。口には葉巻をくわえていた。 バビローヌ街にある兵衛の連隊に属する人であろうと、コゼットは考えた。翌日も、彼女は、その将校が通るのを見た。そして、その時間を注意しておいた。それから、あとは、偶然であったかどうかわからないが、ほとんど毎日、彼女は、彼が通るのを見た。将校の友人らは、よく手入れがしてない、その庭の中に、 ロココ式の古ぼけた鉄門の後ろに、かなりの美人がいて、この美しい注意が通るときには、大抵そこに出ていることに気づいた。この注意というのは、読者の知らない男ではなく、レオデュール・ジルノルマンに他ならなかった。おい、と、友人らは、彼に言った、君に目をつけてる娘がいるぞ、少し見てやれ。俺を見てる娘っ子に、 いちいち気を止めるだけの隙があるもんか。と、やりき兵は答えた。それは、ちょうどマリウスが、苦悶の方へ深く沈んでゆきながら、死ぬ前に、ただ、彼女に再び会うことができさえするならば。と、自ら言ってる時だった。もし、彼の希望が達せられ、その時やりき兵を眺めてる彼女を見たならば、彼は、一言をも発することができず、 悲しみのあまり息絶えたかもしれなかった。それは誰の罪であったかいが、誰の罪でもない。マリウスは、大脳のうちに沈み込んで、そこに長く止まってるという気質の男だった。コゼットは、大脳のうちに身を投じてもまた、そこから出てくるという気質の女だった。その上、コゼットは、危険な時期を通っていた。それは、 自分の意のままに打ちまかせられた女の無双が、必然に一度は通る世界であって、その時の孤独な若い娘の心は、不動の新目にも匂よったもので、偶然な事情のままに、大理石の円柱の頭にも絡めば、居酒屋の木の柱にも絡みつく。それは、急速な大事な時期であって、ことに個人にあっては、その貧富を問わず、危険な時期である。なぜならば、 金ははあってもも悪いいいのを選ばななとは限らない不似合いな結婚は好意の人の間にもなされるしかし真の不似合いな結婚は魂と魂との間になされるものである一方には名もなく家柄もなく財産もなく世に埋もれている青年のうちにも偉大なる感情や観念の伝道を支える大理石の柱頭たるものがあり他方には 自ら得意となり繁栄を極めて、靴を光らし言葉を飾ってる上流の人のうちにも、その外部でなく内部を覗くときには、言い換えれば、女のために保有してるところのものを覗くときには、激しい、不潔な盲目な情欲のみ抱いてる愚かな子供に過ぎなくて、居酒屋の木の柱に過ぎないものもある。コゼットの魂のうちには何があったか和らげられ、 あるいは眠らされている情熱不動の状態にある愛情ある深さでは曇りさらに下は薄暗いが上は透明な輝いてるあるもの美しい将校の影はその表面に映っていたしかしその底にはどん底には何の思い出もなかったであろうか否おそらくはあったであろうコゼットは自らそれを知らなかった 不思議な出来事が突然起こってきた。に、コゼットの恐れ。4月の前半に、ジャン・バルジャンは旅行をした。それは、読者の知る通り、長い間を置いて、時々あったことである。いつも、その旅は、1日か2日で、長くて3日に過ぎなかった。どこへ行くのか誰も知らなかった。コゼットさえも知らなかった。ただ、一度、彼が、 例の通り出かける時彼女は辻馬車に乗ってある小さな袋町の角まで連れて行かれたことがあったその袋町の角にはプランシェットの行き止まりという札が出ていたそこで彼は辻馬車を降りコゼットはまた辻馬車でバビローヌ街まで連れ戻されたジャン・バルジャンがそういう小旅行をなすのは大抵かに金のなくなった時であった ジャン・バルジャンは、かくて、また不在になった。彼は言った、3日のうちには帰ってくる。晩に、コゼットは、1人で客間にいた。退屈を紛らすために、彼女は風琴ピアノを開き、ウーリアントの中の合唱曲森にさすらう両人を、自ら奏し、自ら歌い始めた。それは、おそらく、音楽中での。 最も美しい一曲であろう。歌い終わって、彼女は、そのまま考えにふけった。と突然、庭に、人の足音が聞こえるような気がした。父であるはずはなかった。不在だったので。また、トゥーさんであるはずもなかった。寝ていたので。もう、晩の十時になっていた。彼女は、閉めてある窓のところへ行って、 その雨戸に耳を寄せた。どうも、男の足音らしく、また、ごく静かに歩いてるらしかった。彼女は、急いで二階に上がり、自分の室に入り、窓の雨戸についている霧戸を開き、庭を覗いた。ちょうど、満月の頃で、昼間のように庭は明るかった。庭には誰もいなかった。彼女は窓を開いた。 庭はひっそりと静まり返っており、街路の方にも、いつもの通り見える限り、人影一つなかった。コゼットは、自分の思い違いだったろうと考えた。実際、足音が聞こえたようだったが、それは、おそらく、ウェーベルの陰鬱早聴な音楽によって起こされた幻覚だったろう。その音楽を聞くと、異様な深淵が、心の前に打ち明け、怪しい森が、 目の前に、うち、ブルイ、おぼろに、みとめら、ルル、両親らの不安な足の下になる枯れ枝の音が、その奥に聞こえてくるのである。コゼットは、もう、そのことを気にしなかった。その上、彼女は天性臆病ではなかった。その欠陥のうちには、戦速で走り回る放浪者と冒険者との血潮があった。読者の記憶する通り、彼女は、 でではなくてむしろであった彼女の心の底にはそやとゴータントがあった。翌日、少し早く、夜になりかける頃、彼女は庭を歩いてみた。そして、とりとめもないことに思いふけっていたが、その間にも、時々、すぐ、近くの木陰の暗闇の中を誰かが歩いているような、前日と同じ音が聞こえるようだった。しかし、 彼女は木の枝のすれ合う音は草の中を歩く足音によく似てるものであると考えて別に注意も払わなかった。その上何も見えなかった。彼女は藪の中から出てきた。そして家の踏み段のところまで行くには小さな青々とした芝地を通らなければならなかった。ちょうど後ろに登っていた月は彼女が木の茂みから出てきた時 すぐ前に、その影を、長く、柴地の上に投じた。コゼットは、驚いて足を止めた。彼女の影のそばに、隙はも、一つ、他の影を、柴地の上にはっきり投げていた。妙に気味悪い、恐ろしい影で、丸い帽子をかぶっていた。彼女の後ろ、数歩のところに、茂みの端に立ってる一人の男の影らしかった。彼女は しばらく、口を聞くこともできず、叫ぶことも、人を呼ぶことも、身動きすることも、また、振り返ることもできなかった。ついに、彼女は、勇気をふるい起こして、決然と後ろを振り向いた。そこには誰もいなかった。彼女は地面を見た。影は消えうせていた。彼女は、茂みの中に戻って行き、大胆にも隅々をうかがい、 鉄門のところまでも行ったが、何も見つからなかった。彼女は、実際、ぞっと寒さを感じた。これもまた幻覚だったろうか。しかも、二日続いて。一度ならまだしも、二度もあろうとは。ことに不安なのは、その影が確かに幽霊ではなかったことである。幽霊なら、丸い帽子をかぶってるはずはない。 その翌日、ジャン・バルジャンが帰ってきた。コゼットは、彼に自分が聞いたと思い見たと思ったもののことを話した。父は、きっと自分を安心させてくれ、お前はバカな赤ん坊だね、と肩をそびやかして言ってくれることと、彼女は思っていた。ところが、ジャン・バルジャンも心配そうになった。なんでもないかもしれない。とだけ彼は言った。彼は、何とか言って、 コゼットの元を去り、庭の方へ行った。そして、彼女は、彼が非常に注意して、鉄門を調べてるのを見た。その夜、彼女は目を覚ました。今度は、もう疑う余地がなかった。窓の下の踏み段の辺りを誰か歩いている音が、はっきり聞こえた。彼女は、霧戸のところへ駆け寄って、それを聞いた。果たして、庭には、手に、 大きな棒を持った一人の男がいた。彼女が、まさに叫び声を上げようとするとき、月の光が、男の顔を照らした。それは父であった。彼女は、寝床へ戻りながら、自ら言った、まあ大層心配していらっしゃると見える。ジャン・バルジャンは、その一晩を庭で過ごした、それから次の二晩も、コゼットは、それを、 雨戸の穴から見た。三日目の晩は、月が欠け始めて、遅く出るようになった。ちょうど夜中の一時頃であったろう。コゼットは、大きな笑い声を聞き、父が自分を呼んでるのを聞いた。コゼット。彼女は、信頼から飛び降り、今木を引っ掛けて、窓を開いた。父は、下の芝地の上にいた。 お前を安心させようと思って起こしたのだ。と父は言った。ご覧、お前の言う丸い帽子の影がここにある。そして彼は月の光が投げた一つの影を芝地の上に指し示した。実際、丸い帽子をかぶった男の姿にかなりよく似ていた。隣の屋根の上に出てる覆いのある亜鉛の遠筒のためにできてる影だった。 コゼットも一緒に笑い出した。気味悪い想像は全て消されてしまった。そして、翌日、父と共に朝食をしながら、暖炉の円筒の影が澄んでるものすごい庭のことを彼女は面白がった。ジャン・バルジャンは、全く平成に帰った。また、コゼットの方では、自分が見たかあるいは見たと思った、あの影と同じ、方向に、 暖炉の円筒があるか、または空の同じ場所に月があるか、それを、あまり、よく気に留めなかった。それからまた、暖炉の円筒が原稿を抑えられるのを恐れて、影を見られたとき逃げ出してしまったという不思議さをも、少しも考えてみなかった。実際、あの影は、コゼットが振り返ってみたときは、もう消えていた。そして、それについては、 彼女は見違いではないと信じていた。が、とにかく、コゼットは十分安心した。父の証明は完全なものと彼女には思われた。そして、あの夕方かあるいは夜分に、庭のうちを誰かが歩いていたかもしれないという考えは、すっかり彼女の頭から消えてしまった。けれど、それから、数日の後、新しい出来事が起こった。 サントゥーさんの注釈庭の中には街路に接してる鉄門のそばに石の腰掛けが一つあったそれは陥木の植え込みで外からは見えないようになっていたがそれでも強いて鉄門と植え込みとの間に腕を差し伸ばせば外部から届くことができた同じ四月のある夕方ジャン・バルジャンは外に出かけコゼット一人日の沈んだ後 その腰掛けに座っていた。風は、木立ちの間を吹いていた。コゼットは思い沈んでいた。あても、ない悲しみが、次第に寄せてきた。夕暮れのために起こってくる不可行の悲しみであり、また、おそらく、夕暮れに口を開く墳墓の神秘から来る悲しみであろう。あるいは、ファンティーヌが、その影のうちにいたのであろう。コゼットは立ち上がり、 庭の内を静かに一回りし、炉のいっぱい降りた草むらの中を歩き、物悲しい一種の無遊病の状態に陥りながら、自ら言った、こんな自分に庭を歩くには、本当に器物がいる。風邪をひくかもしれないから。彼女は、腰掛けのところへ戻ってきた。そしてまた、腰を下ろそうとしたとき、彼女は、今まで自分がいたところに、かなり、 大きな石が一つつあるのを見つけたそれは確かに戦国まではなかったものであるコゼットはその石を見ながら一体何のことだろうかと考えた石は一人でに腰掛けの上にやってきたものではない誰かがそこに置いたものである誰かが鉄の門から腕を差し入れてしたことであるそういう考えが突然浮かんできた そして彼女はぞっとした。今度は本当に恐ろしくなった。もう疑う余地はなかった。石が実際ここにあった。彼女はそれに手を触れず、後ろを振り返りもせず、家の中に逃げ込んで、すぐに踏み段のところの入り口に鎧道締め貫抜きを刺し、金タス線の作り、第四水準2の91の37をした。 彼女はトゥーさんに尋ねた。お父様はお帰りになって。まだでございますよ、お嬢様。我々は、前に一度、トゥーさんはどもりだということを示しておいた。そして、もう、そのことを繰り返さないのを許してもらいたい。不具者の恩調を移すのは嫌なことであるから。陳氏の癖があり。 夜の散歩を好んでいたジャン・バルジャンは夜遅くしか帰ってこないこともしばしばあった。トゥーさんや、とコゼットは言った。晩には、せめて、庭の方の雨戸には缶抜きを刺してよく締まりをしておいたでしょうね。そして、締まりの鉄の輪にはよく釘を刺して。ええ、ご安心なさいませ、お嬢様。トゥーさんはいつも、 それを怠りはしなかった。コゼットも、それはよく知っていた。しかし、彼女は、名を付け加えて言わざるを得なかった。こちらは本当に寂しいからね。寂しいと申せば、本当にそうでございますよ。と、トゥーさんは言った。殺されても、声さえ立てる暇がないかもしれません。その上、旦那様も、 こちらにはお休みになりませんし。でも、お嬢様、ご心配なさいますが、窓は、みんな牢屋のように固く締めておきますから。女ばかりですもの、怖いのは当たり前でございますよ。まあ考えてもご覧なさいませ。大勢の男が、室には行ってきて、静かに城なんかと言って、お嬢様の首に切りつけでもしましたら。死ぬのは何でもありません。 死ぬのはかまいません。どうせ一度は死ぬ身でございますもの。でも、そんな男どもが、お嬢様に手をつけるのは考えてもたまらないことでございます。それに、刃物、それも、きっとよく切れないものに決まっています。ああ、ほんとに。もういいよ。と、コゼットは言った。どこも、よく締まりをしてちょうだい。コゼットは、 トゥーさんが即座に組み立てた三劇の一幕に脅かされ、また、おそらく先週に見た幻を思い浮かべたりして、腰掛けの上に誰かが置いた石をまぁ見てきてごらんとも言うことができなかった。庭の戸口を開けたら男友が入ってくるかもしれないような気がした。彼女は、方々の戸や窓をよく閉めさせ、穴蔵から屋根裏の部屋まで、渦中をトゥーさんに見回らせ、 自分の室に閉じこもり、扉には、よく、金タス線の作り、第四水準2の91の37をし、信頼の下まで覗き込んで、それから床についたが、よく眠れなかった。山のように大きくて、ら穴がたくさんある石を、夜通し、彼女は夢うつつに見続けた。日の出に、日の出の特質は、夜間の恐怖を、 ことごとく一生に伏しらせることにある。そして、その笑いは、常に、夜の恐怖の大きさに精比例するものである。日の出に、コゼットは、目を覚まして、前夜の恐怖を夢のように思いながら、自ら言った。何を私は考えたのだろう。先週の晩庭で聞いたと思った、あの足音のようなものだろう。暖炉の遠筒の影のようなものだろう。 私は今馬鹿げた臆病者になりかけたのだろうか。雨戸の隙間を黄色に染めて、玉折りの帳を真っ赤に浮き出さした日の光は、彼女の心をすっかり落ち着かして、頭の中にあったものは、すべて、あの石までも、消え失せてしまった。庭に丸い帽子の男がいなかったと同じように、腰掛けの上にも石はなかったのだろう。他のことと同じように、 あの石も、ただ夢で見ただけに違いない。彼女は、着物置着、庭に降り、腰掛けのところに走って行ったが、ぞっと、身に冷や汗を感じた。石はそこにあった。しかし、それは一瞬間のことだった。夜に恐怖を起こす者も、昼には好奇心を起こすようになる。まあ、ちょっと見てやろう。と、彼女は言った。 彼女はかなり大きなその石を持ち上げた。下に手紙のようなものが置いてあった。それは白い紙の封筒だった。コゼットはそれを取り上げた。表には宛名も書いてなく、裏には封もしてなかった。けれども開いたままのその封筒は空ではなかった。中に紙が入ってるのが少し見えていた。コゼットはそれを調べてみた。 それは、もう恐怖でもなく、好奇心でもなく、心配の始まりだった。彼女は、封筒から、その中のものを引き出した。紙を閉じた小さな帳面で、額面にはページ数がついていて、数項の文字が認めてあった。ごく細かな字で、かなり見事な筆跡だと、コゼットは思った。コゼットは名前を探したが、どこにもなかった。 署名を探したがなかった。一体誰に当てられたものだろうか彼女の腰掛けの上に置かれてるところを見ると、おそらく彼女に当てられたものであろう。しかし、一体誰からよこしたものであろうか不可抗な魅惑に彼女は捕らえられた。自分の手の中に震えてる髪から目をそらそうとして、空を見、ガイルを見、朝日を浴びてるアカシアの木を見、 隣の屋根の上に飛んでる鳩を見たが、その視線は、すぐ、手紙の上に落ちてきた。そして、中に何が書いてあるかを見てみなければならないように思った。彼女が読んだことは、次の通りだった。4、石の下の心。宇宙を、ただ一人に縮め、ただ、一人を神にまで広げること、それがすなわち愛である。愛、それは、 星に対する天使の祝辞である。愛のために魂が悲しむ時、その悲しみのいかに深いかよ。世界を満たす唯一の人のいない時、世はいかに虚なしいか。恋人は神になるとは、実に真なるかな。もし、万物の父にして、明らかに、魂のために万物を作らず。 愛のために魂を作らなかったとするならば神は必ずや恋人が神となるを妬みたもうであろう人の魂を夢の宮殿のうちに入らしむるには薄紫の飾り紐ある白縮み車の帽子の下にちらと見いるただ一つの微笑にて足りる神は万物の後ろにあり万物は神を覆い隠している 事物は黒く、生物は不透明である。一人の人を愛するは、その人を透明ならしむることである。ある種の思いは祈祷である。姿勢の遺憾に関せず、魂のひざまずいている瞬間がある。互いに隔てられたる二人の恋人は、その相見えない間を、多くの空想によって紛らす。しかも、 その空想は彼らにとっては現実である。二人は、会うことを妨げられ、手紙を交わすことを得ないけれども、互いに意を通ずる、神秘なる方法をあまた見出すものである。小鳥の歌、花の香り、子供の笑い、太陽の輝き、風のため息、星の光など、あらゆるものを互いに送り合う。そして、どうしてそれが不可能と言えよう。 神の作り賜るあらゆるものは、愛に使えんがためにできているではないか。愛は力強く、一切の自然に、その使命を帯はしむる。大春よ、汝は、私が彼女に書き送る手紙である。未来は、地よりも、むしろ情のものである。愛こそは、永遠を占め満たすべき唯一のものである。無窮なるものには、 ことごとくることな着物を要する。愛は、魂と同種のものである。愛は、魂と同質のものである。魂と同じく、聖なるひらめきであり、魂と同じく、不休不可分不滅なるものである。それは、我々のうちにある永遠無窮なる一点の火であって、何者もこれを限りこれを消すことを得ない。人は、骨の髄まで、 この日のもゆるを感じ、天の奥まで、この日の輝くのを見る。大愛よ、金墓よ、互いに理解する二つの精神の、互いに交わる二つの心の、互いに貫く二つの視線の、その気閲。幸福よ、何時は、私のもとに来ないのか。寂しきところを二人で歩こうではないか。祝福されたるうららわしい日ではないか。 私は、時として無双した、天使の生涯の一部が分かれて、下界の人の運命にも折々混じってくることを。互いに愛し合う人間の幸福に、神の付け加えるものは、ただ、その限りなき永続を与えることのみである。愛の生活に次いで愛の永続、それは、まさしく一つの増加である。しかし、この世において、愛が、 人の魂に与える徳も言えぬ至服に、さらに、その強さをまさしむることは、たとえ神にも不可能である。神は天の従前であり、愛こそは人間の従前である。汝は、二つの理由から、天の星を眺める、一つはその光り輝くが、ために、一つは、その計しり、るべからざるがために。しかし、汝は、己のそばに、 さらに優しき光を有し、さらに大なる神秘を有している、すなわち夫人を。何人を問わず、我々は皆呼吸すべきものを有している。それがもし無くなるときには、空気がもし無くなるときには、我々は生き絶える。そして我々は死する。愛を失って死するは恐ろしいことである。それは魂の窒息である。愛が、 二人のものを、天使のごとき、聖なる一個に溶かし結合したとき、人生の費用は彼らに見えてくる。二人は、もはや、同じ一つの運命の両面に過ぎなくなる。もはや、同じ一つの精神の両浴に過ぎなくなる。愛せよ、かけれよ。一人の婦人が、何時の前を通り、歩きつつ光を放つとき、何時汝の一切は終わり。 何時は愛に陥る。そして、何時のなすべきことは、ただ一時あるのみ、すなわち、深く彼女のみをもって、ついに、彼女にも何時を思わしむること。愛の恥じめしことをなし、すいグルは、ただ神あるのみ。真の愛は、一つの手袋を失い、一つのハンカチを見いだすにも、あるいは絶望しあるいは狂気する。 そしてまた、その献身とその希望とのために永遠を求める。真の愛は、無限の大と無限の小とから同時に成り立っている。何時もし石ならば、磁石たれ。何時もし草ならば、おじぎ草たれ。何時もし人ならば、愛であれ。何者も、愛に敷くものはない。人は、幸福を得れば楽園を望み、 楽園を得れば天国を望む。もう愛する何時よ、すべて、それらは愛のうちにある。それを見いだす術を知れ。愛のうちには天国と同じ気性感があり、天国にまったる気絶がある。彼女は、まだリュクサンブールへ来ますか。いいえ。彼女が、ミサを聞きに来るのは、この街道へではありませんか。もう来ません。 彼女は、まだ、この家に住んでいますか。移転しました。どこへ行きましたか。何とも言って行きませんでした。自分の魂とする人が、どこにいるかを知らないことは、いかに痛ましいことであるか。愛には、子供らしいところがある。他の情には、それぞれ、やしいところがある。人を非償ならシムル情は、みんなはずべきかな。 人を子供たらしむる愛は賛むべきかな。不思議なる一時を何時は知っているか。私は今暗夜のうちにいる。一人の人が立ち去りながら天を持ち去ってしまったのである。ああ、互いに手を取って共に同じ墳母の中に横たわり暗闇の中に時々指を優しくなで合うことを得たならば私は 英語にそれで足りるであろう。愛するが、ゆえに苦しむ汝事を、なおよく愛せよ。愛に死するは、愛に生きることである。愛せよ。星を散りばめたる人知れぬ変容は、愛の苦問に伴う。愛に死する苦悩のうちには、恍惚たる喜びがある。大小鳥の喜びを。彼らが歌うは、巣を有するがゆえである。 愛こそは、楽園の空気を吸う、天国的な呼吸である。深き心のものらよ、賢き精神のものらよ、神の作りたまいしままに、人生を受け入れよ。それは長い試練であり、未知の宿命に対する計りがたい準備である。この宿命は、真の宿命は、人にとっては、墳墓の中に、一歩を踏み入れるとともに始まる。 その時何者かが現れてき、人は決定的なるものを認め始めむる。決定的なるもの、この一号を目想せよ。少女は極まりなきものを見る。決定的なるものは、ただ死者にのみ示される。まず、それまでは、愛し苦れしめよ、希望し生還せよ。ああ、肉体と形態と外観等のみ愛するものは不幸なるかな。死は、 それらのすべてを奪い去るであろう。魂を愛することをせよ、さらば魂は死しても再び見いだされるであろう。愛を抱いている、極めて貧しい一人の青年に、私は街路で出会った。帽子は古く、上着は擦り切れ、肘には穴が開いており、水は靴に通っていた。しかも、星は、その魂には行っていた。 愛せられるというは、いかに偉大なることであるか。愛するというは、さらにいかに偉大なることであるか。心は、情熱のために雄想となる。その時、心を組み立てつる者は、沈んなる者の,のみであり、心を支うる者は、高き者の大なる者の,のみである。イラ楽さが、氷河の上に生じないごとく、卑しい考えは、一つもそこに生ずることを得ない。 高きほがらかなる魂は、ぞくなる情熱や情緒の達し得ないところにあって、この世の、雲や影、愚毛や疑惑や憎悪や,憎悪や虚栄や悲惨、などの上に遥かにそびえ、遭空のうちに住み、あたかも、鉱山の頂が自信を感じるのみであるがように、ただ、宿命の深い地下の振動を感じるのみである。世に愛を抱く人がなかったならば、 太陽も消え失せてしまうであろう。5. 手紙を見たる後のコゼット。その手記を読んでるうちに、コゼットは、次第に無双に陥っていた。最後の一行を読んで、彼女が目を上げた時、ちょうど例の時刻で、あの美しい将校が、揚々として、鉄門の前を通っていった。コゼットは、彼を厭うべきものに思った。彼女は、 また手帳を眺め始めた。極めてうららわしい筆跡であると彼女は思った。みんな同じ手席ではあったが、陰気の色は種々であって、時にはごく黒く、時には薄く、あたかも、陰気壺に、何度も陰気を刺した画用で、従ってまた書かれた日も、それぞれ異なっていることを示していた。それで見ると、短足の間に間に、不規則に、秩序もなく、 選択もなく、目的もなく、折に従って、考えをそのまままき散らしたものらしかった。コゼットは、かつてこんなものを読んだことがなかった。その手記中に、彼女は、陰影よりは、なお、多くの巧妙を認めて、あたかも、正殿の中を覗き見るような気がした。それらの神秘な格好は、彼女の目に光り輝き、彼女の心を、 不思議な好期でみなぎらした。彼女の受けた教育は、常に、魂のことを解いていたが、かつて、愛のことを解かなかった。燃えさしの滝木のことを解いて、炎のことを解かないと同じだった。ところが、その15ページの書記は、彼女に、突然優しく示してくれた、すべての愛や、悲哀や、宿命や、人生や、永遠や、始めや、 終わりをそれは、ちょうど、突然開いて、一悪の好奇を投げ与えてくれる手のようなものだった。彼女は、それらの行のうちに感じた、情に燃えた、熱烈な、豊穣な正直な性質を、清い意志を、大なる悲哀と大なる希望を、思いもだえる心を、また、恍惚たる喜びの発揚を。その手記は何であったか。 一つの手紙であった。住所もなく、宛名もなく、日付もなく、署名もないものであり、至急なものではあるが、私心なきものであり、真実で成り立った謎であり、天使に運ばれ、庶女に読まれんために書かれた愛の使命であり、この世の外でなされる会合であり、影に向かって送られた幻の優しい頼りだった。手紙の主は、遠く離れた、 静かな悩める男であって、まさに死のうちに身を逃れんとしているかのようであり、しかも見るを得ない女のもとへ、宿命の秘密を、人生の鍵を、愛を、送ってよこしたのである。それは、足を墓の中に踏み入れ、指を天に差し上げて書かれたものであった。紙の上に一つずつ落とされていった、それらの言葉はいわば、 魂のの天敵ともも言うべきものであった。さて、それらのページは、一体誰から送ってきたものであるか、誰がそれを書いたのであるかコゼットは少しも疑わなかった。ただ一人の人である。彼。彼女の心の内には、再び日がさしてきた。すべてが再び現れてきた。彼女は、異常な喜びと深い無駄へとを感じた。 それは彼であった。彼女に手紙を書いたのは彼であった。そこにいたのは彼であった。鉄門から腕を差し入れたのは彼であった。彼女が彼を忘れていた間に、彼は、再び彼女を見出したのだった。しかし、彼女は、実際彼を忘れていたのだろうかいな、決して。彼女は、愚かにも、 彼を忘れたと一時思ったのだった。しかし、彼女は常に彼を愛していた。常に彼を勤母していた。火はしばし覆われてくすぶっていた。しかし、彼女は今はっきりと知った。火は、ただ、一層深く進んでいたのみである。そして、今や新たに爆発して、彼女を全て縁で包んでしまった。その手帳は、 も一つの魂から彼女の魂のうちに投げ込まれた火の粉のようなものだった。彼女は、再び火が燃え出すのを感じた。彼女は、その手記の一語ごとに胸を貫かれた。彼女は言った。本当にそうだわ。私は、これをみんな覚えている。みな、一度、あの人の目の中に読み取ったものばかりだ。彼女が、 三度繰り返して、それを読み終えたとき、注意テオデュールは、鉄門の前に戻ってきて、敷石の上に拍車を踏み鳴らした。コゼットは目を上げざるを得なかった。しかし、今や、彼は、無味乾燥な、バカな、愚かな、無益な、自骨の強い、嫌な、無作法な、ごく醜い男としか、彼女には思われなかった。将校の方では、 義務とでも思ってか彼女に微笑みかけた。彼女は、それを恥かつ怒って、横を向いた。彼の頭に何か投げつけてやりたいとさえ思った。彼女は、そこを逃げ出して、家の中に入り、そして、手記を読み返し暗唱し無双線が、ために、自分の室の中に閉じこもった。十分に読んでしまった時、彼女は、それに唇をつけ、 それを懐にしまったそれが済んで、コゼットは、天使のような深い恋に陥った。エデンの深淵は、再びその口を開いた。終日コゼットは、正気を失ったかのようだった。ほとんどものを考えることもできず、頭の中には、雑多な思いが浅いとの乱れたようになり、何者もわきまえることができず、ただ打ち震えながら願っていた。何を それも、ただ主々な漠然たることに過ぎなかった。何事をも格言しえなかったが、何事をも自ら拒もうとはしなかった。顔は青ざめ、身体は震えていた。時としては、幻のうちに入ったような気がして、自ら言った。これは実際のことだろうか。その時、彼女は、上着の下の愛しい髪に触ってみ、それを胸に押し付け、 自分の肉体の上にその角を感じた。そういうとき、もし、ジャン・バルジャンが彼女を見たならば、その眼見の内に溢れてるなぜともわからぬ、光り輝いた喜びを見て、身を震わしたであろう。彼女は考えた。そう、確かにあの人だわ。これは、私に当ててあの人から下すったのに違いない。そして、彼女は、自ら言った。 天使が中に立ち点が力を貸してあの人をまた自分のところへこさしたのであると「大愛の変容よ大夢よ」この天の助力とはこの天使の仲介とはフォルス監獄の屋根越しにシャールマーニュの中庭から獅子の穴蔵へ一盗賊から他の盗賊へ当てて投げられたあの一塊のパンの玉に他ならなかったのである。 6. 老人は適宜に外出するものなり、晩になってジャン・バルジャンは出かけた。コゼットは服装を整えた。まず、一番よく似合うように髪を結び、それから、一つの長絹をつけたが、その襟は、一ハサミだけ余計に切ったもので、そこから首筋が見えていて、若い娘らが、いわゆる少しだらしないと称するものだった。しかし、それは、 決してだらしないものではなくて、何よりもまず可愛いものであった。彼女は、なぜとも自ら知らないで、そういうふうに身じまいをした。彼女は出かけるつもりだったのかいな。彼女は、人の訪問を待っていたのかいな。薄暗くなって、彼女は庭に降りていった。トゥーさんは、後ろの中庭に面した台所で用をしていた。 コゼットは、低い枝があるのを、時々手で払いのけながら、木の下を歩き出した。そして、彼女は、腰掛けのところへ行った。石は、まだそこにあった。彼女は、そこに腰を下ろし、優しい白い手を石の上に置いた。あたかもそれを撫でて礼を言ってるかのようだった。と、突然、彼女は、 誰かが後ろに立ってるのを目には見ないでも、それと感じられる、一種の言い難い感じを受けた。彼女は振り向いて、立ち上がった。それは彼であった。彼は帽子もかぶっていなかった。色は青ざめやせ細ってるようだった。その黒い服が、ようやく見分けられた。うっすら、明かりは、その美しい額をほの白くし、その目を暗くなしていた。 例えようのないしめやかなもやの下に、なんとなく、死と夜とを思わせる様子をしていた。その顔は、暮れてゆく昼の明るみと消えてゆく魂の思いとで照らされていた。それはまだ幽霊ではないが、もうすでに人間ではないように思われた。その帽子は、藪の中に、数歩のところに投げ捨ててあった。コゼットは気を失いかけたが、声は立てなかった。 そして、引きつけられるような気がして、静かに後ろに下がった。彼の肩は身動きもしなかった。彼を包んでる、ある悲しい命状し難いものによって、彼女は、はっきりとは見えない彼の目つきを感じた。コゼットは、後ろに下がりながら、一本の木に行き当たって、それに寄りかかった。その木がなかったら、危うく倒れるところだった。 その時、彼女は彼の声を聞いた。実際、彼女が、まだ、一度も直接に聞いたことのないその声であって、ようやく木の葉のそよぎから聞き分けるくらいの囁くような低い声だった。許してください。私はここに来ました。私は心がいっぱいになって、今までのようでは生きていけなくなりましたから、やってきました。あなたは、私が、 この腰掛けの上に置いたものを読んでくださいましたか。あなたは、私をいくらか覚えて、おいでになりますか。私を怖がらないでください。もう、だいぶ前のことですがあなたが私の本をご覧なすったあの日のことを、覚えておられますか。リュクサンブールの縁で、格闘士の立像のそばのことでした。それからまた、あなたが、 私の前を通られたあの日のこともそれは、6月の16日と7月の2日とでした。もう、やがて1年になります。それ以来長い間、私は、もうあなたに会うことができませんでした。私は、あそこの椅子番の女にも尋ねましたが、もうあなたを見かけないと言いました。あなたは、 ウエスト街の新しい家の表に向いた4階に住んでおられました。よく知っていましょう。私は、あなたの後をつけたのです。他に仕方もなかったのです。それから、あなたはどこかへ行かれてしまいました。一度、オデオンの狂老の下で新聞を読んでいました時、あなたが通られるのを見たように思いました。私は駆けて行きました。 しかしそれは違っていました。ただ、あなたと同じような帽子をかぶった他の人でした。それから、夜になると、私はここへやってきます。心配しないでください。誰も私を見たものはありませんから。私は、あなたの窓を近くから眺めたいと思ってやってくるのです。あなたを驚かしては悪いと思って、 足音が聞こえないように、ごく静かに歩くことにしています。千夜は、あなたの後ろに私は立っていました。そして、あなたが振り向かれたので、逃げ出してしまいました。一度はあなたが歌われるのを聞きました。本当に嬉しく思いました。あなたが歌われるのを雨戸越しに聞くことが、何か邪魔になりますでしょうか。別に、お邪魔になりはしませんでしょう。 いいえ、そんなはずはありません。全く、あなたは私の天使です。どうか、時々私に来させてください。私は、もう死ぬような気がします。ああ、私が、どんなにあなたをお慕いしているか、それを知ってさえいただけたら、どうか許してください。あなたにお話ししてはいますが、何を言ってるか自分でもわかりません。あるいは、 お気に触ったかもしれません。何かお気に触ったでしょうか大お,お母様。と彼女は言った。そして今にも死難とするかのように身を支えかねた。彼は彼女を捕らえた。彼女は倒れかかった。彼はそれを腕に抱き取った。彼は何をしてるか自ら知らないで彼女をひしと抱きしめた。 自らよろめきながら彼女を支えた。頭には煙がいっぱい満ちたかのようだった。先行がまつげの間にちらついた。あらゆる考えは消えてしまった。ある経験な行いをしているようにも思われ、ある冒涜なことを犯しているようにも思われた。その上彼は自分の胸に感じるそのうららわしい婦人の身体に対して、 少しの情欲をいいていなかった彼は、ただ、愛に我を忘れていた。彼女は、彼の手を取り、それを、自分の胸に押し当てた。彼は、そこに、自分の手記があるのを感じた。彼は、口籠もりながら言った。では私を愛してくださいますか。彼女は、わずかに聞き取れる息のような低い声で答えた。 そんなことをご存知なのに。そして彼女はその真っ赤な方を崇高な熱狂せる青年の胸に埋めた。彼は腰掛けの上に身を落とした。彼女はそのそばに座った。彼らはもはや言うべき言葉もなかった。空の星は輝き出した。いかにしてか2人の唇は合わさった。いかにしてか 小鳥は歌い、雪は溶け、バラの花は開き、5月は輝き入れ、黒い木立ちの彼方打ち震う丘の頂には、あけぼのの色が白んでくる。一つの唇漬け、そしてそれは全てであった。二人とも身をおののかした、そして、暗闇の中で互いに輝く目と目を見合った。彼らは、もはや、冷ややかな夜も、冷たい石も、湿った土も、 濡れた草も感じなかった。彼らは互いに見交わし、心は思いに満たされた。我知らず、互いに手を取り合っていた。彼女は彼に何も尋ねなかった。どこから彼が入ってきたか、どうして、庭の中に忍び込んできたか、それを彼女は思っても見なかった。彼がそこにいたのは、極めて当然なことのように思われたのだった。 時々マリウスの膝はコゼットの膝に触れた。そして二人は身をおののかした。長く間を置いてはコゼットは1、2言口ごもった。炉の玉が鼻の上に震えるように彼女の魂はその唇の上に震えていた。次第に彼らは言葉を交わすようになった。満ち足りた沈黙に次いで一出がやってきた。 夜は、彼らの上に、朗らかに輝き渡っていた。精霊のごとく潔らかな二人は、互いに全てを語り合った。その無双、その浸水、その歓喜、その空想、その精鎮、遠くからいかに慕い合っていたかということ、いかに憧れ合っていたかということ、互いに会えなくなったとき、いかに絶望に陥ったかということ。彼らは、すでに、 もうこの上進むを得ない極度の親密さのうちに最も深い最も秘密なものまでも互いに打ち明け合った幻のうちに率直な信念を抱いて愛や青春やまだ残っている子供心などが彼らの頭のうちにもたらすすべてのものを互いに語り合った二つの心は互いに溶け合って一時間と経つうちに青年は若い娘の魂を得 若い娘は青年の魂を得た。彼らは互いに心の底の底に入り込み、互いに見せられ、互いに幻惑した。すべて住んだとき、すべてを語り合ったとき、彼女は彼の肩に頭を持たして、そして尋ねた。あなたのお名はマリウスです。と彼は言った。そしてあなたは コゼットと言いますの。